ちは第9回いつも何度でもです。今日のところは ここの部分をやりたいと思います。ではまず右手ですが、この真ん中のドの近くのラ、これを人差し指、ドを親指、ファを中指、ラを小指、ファを中指、次ここのラを人差し指、ドを親指、ファを人差し指、ラを親指、ドを人差し指、次ラとファを同時で親指と小指、ここまでです。ではもう一度右、ラ、ド、ファ、ラ、ファ、ラ、ド、ファ、ラ、ド、そしてラとファを同時です。では左手ですが、ここのファですね、前回の最後が、前回の最後がファドファラドでしたね。それと全く同じものです。同じ指使いで同じものですから、ファ小指、ド人差し指、ファ親指、ラ人差し指、ド親指で、その後ですが、ファ小指、ド人差し指、ファ親指、ラ薬指、ド人差し指、ファ親指、ド人差し指、ここまでです。ですから左手はファドファラド、もう一度ファドファラドですが、この上でファドファラド、そして最後ファド、ここまでです。では両手ですが、まず左手のファ左手だけ、次左手のドと右手のラを同時です。次左手のファと右手のドを同時です。次左手のラと右手のファを同時です。次左手のドと右手のラを同時です。次右手だけがファ、次左手だけがファ、次左手のドと右手のラを同時です。次左手のファと右手のドを同時です。次左手のラと右手のファを同時です。次左手のドと右手のラを同時です。次右手だけがド、次3つの音同時で左手のファと右手のラとファを同時です。次左手だけがド、ここまでです。ではもう一度、左手だけ、次同時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 、右手だけファ、左手だけファ、同時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 、右手だけド、3つの音同時、左手だけドというところですね。もう一度、つなぎの部分ですね。ここはそんなに簡単ではないので、何回も何回も何回も練習していただいて、何回も何回も練習していただいて、最終的にペダルを入れて、こう滑らかにできるようになるといいですね。では第8回のところからやってみます。ここまでをやりたいと思います。ではこれで第9回終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。